どうもアッキーです。2軒目です。峡谷の裏側をブラブラ散策してたら、こういう居酒屋麦さん串カツのお店です、見つけたんで、これからここに入っていっぱい飲んでみたいと思います。それじゃあ行ってきます。ゴーゴーゴートリプルゴー、串カツ行くぜ。大阪串カツ、もう安いよこれ。ええ感じやなこれ。ディープです、かなりディープです。ウーロンハイスタートです。僕昔はね、ウーロンハイが大好きで、ウーロンハイメインで飲みました。美味しいです。ここのウーロンハイは焼酎で割ってるウーロンハイなら、僕の大好きなウーロンハイです。さっぱりして美味しいですよ。はい、ポテサラです。美味しそう。最近あのポテサラが僕マイルームなんですよ。ジャガイモがゴロゴロ入ってて、それを包み込むかのようにキュウリのシャリシャリ感が後から来て、すごい美味しいです。美味しいポテサラです。焼酎になりますよ。はい、串カツ来ました。これをインド漬け禁止のソースにつけて食べます。そしまずは鶏から。あ、うまそう。それじゃあいただきます。揚げたての串カツです。豚バラ、こういうディープスポットで食べる串カツうまいよな。食べてみよう。ナスビ、ナスビ。お湯がしてお茄子いただきます。うまいな。ナスビは油につけたら柔らかくなって、その上カリカリな衣に包まれて、めちゃくちゃうまいです。なんでこれ、ちくわ。ちくわは天ぷらにしてもくじかつにしても美味しいよ。お疲れ様でした。串カツ麦さん、普通のおっちゃん二人がやってる居酒屋、むっちゃディープスポットです。峡谷裏のディープスポット、大阪の串カツの感じで二度漬け禁止のお店でした。美味しかったです。串カツとウーロンハイは合いましたね。やっぱ脂っこいものの後にウーロンハイ最高です。はい、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ミッツザイアッキープロレスリング見てくれてあ